この放送は大分県より西野昭弘さんを応援する他社貢献が理念の高橋貴弘さんの提供でお届けしておりまーす。どうも、キングコングの西野昭弘でございます。さて今日はですね、映画煙突町のプペルの続編の制作が、えー、ゴリゴリ進んでますよ、みたいなお話をさせていただきたいと思います。えっと、本題に入る前にお知らせをさせてください。オンライン勉強会、本当に使える、違うな、教えて西野先生、本当に使える NFT 術の参加者が、なんと、 えっと、1350名を突破しました。どうもありがとうございます。これはですね、11月の26日に Facebook アカウントを、えー、使ってですね、やるオンライン勉強会なんですけれども、まあ、もうご存知の方結構いらっしゃると思うんですけども、自分たちが結構 NFT をですね、えー、現場で触ってみて、あれはこれやってみた、えー、その現場の手触り感のあるですね、情報をですね、皆さんと共有していきたいなと思います。まあ、NFT ってまだ今一つよくわかんないんだけどっていう方にもわかりやすくですね、前半はですね、NFT ってこういうことだよ、みたいなお話を え、させていただいて。で、後半はですね、その使い方ですね。こんな可能性があるし、あとこの辺は気をつけた方がいいかもしれないですね、みたいな、そういった勉強会。まあ、1時間か1時間ちょいぐらいの勉強会になると思います。えっ、ー、と、Facebook アカウントが必要になってきます。 11月の26日ですね。アーカイブは約1ヶ月ぐらい残るので、ええー、まあ、その時間、11月26日の20時、その時間に立ち会うことができない方でもお楽しみいただけます。興味がある方はですね、えー、ベース、煙突屋で検索してみてください。チケットは800円となっております。よろしくお願いします。そんなこんなで本題に入りたいと思います。今日はですね、映画、煙突町のプペルの続編の制作が進んでるよっていうお話ですね。う、え、ん、っと、まあ、いつもの放送ではですね、なるべくですね、皆さんの役に立つような何かの まあ、な、学びになるような情報をですね、お届けしようと思っているんですけども、まあ、別に僕はですね、耳寄り情報をお届けすることを成りわいにしてるわけでも、あとは、先生をですね、なりわいにしてるわけでもなくてですね、えー、僕はエンタメを作って売って、えー、飯を食ってる人間なので、今日はですね、その本業のお話をですね、皆さんに共有したいと思います。 まあ、そんなこんなで、えー、タイトルにあります通りですね、映画煙突町のプペルのですね、続編の制作が進んでおります。イエーイ。ま、あの、先日ですね、ノートで、えー、と、第3項の脚本を公開するというですね、暴挙に出たので、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、その辺まで進んでおります。ちなみにですね、昨日も映画の会議がありまして、今はですね、脚本の第4項を書いてるところですね、 昨日の会議でですね、主人公ルビッチの目的がよりクリアになったので、そのあたりをしこしことやってる感じですね。で、第4項、今書いてる第4項が書き終わればですね、また、えー、ノートの方に共有します。前回ね、第3項の脚本を買われた方はですね、追加で購入しなくて大丈夫です。えー、そのまま読めるようにしておきますんで、お、こんな感じで変えてきたか、みたいな部分をですね、面白がっていただけると嬉しいです。で、ちなみに昨日の会議ではですね、 クリエイティブの話がどれぐらいだろうなまあ2割ほどで、メインはですね、宣伝仕掛け方の話をしました。まああの、面白い作品を作るっていうのはもう当たり前の話で、これはもう当たり前でね。で、やらなきゃいけないのはやっぱり生み出した作品をどう届けるかっていう部分ですね。で、これに関してはですね、前作でもかなりやったんで、まあ前作の打ち手で使えるやつは使ってですね、えー、あと前作でなかった打ち手で言うと、うまあかける NFT っていうところですね。 まあ、映画かける NFT ですね。ここはですね、この数ヶ月ですっかり強くなったんで、今回はですね、大きな武器になりそうな気がしています。うん、まあ、映画作ってる人で自分たちよりも NFT を上手に活用できている、えー、作り手って多分日本にはいないんで、まあ、ここは結構武器になるんじゃないかなと思っております。で、昨日まとまったことはですね、えー、またスタッフを通じてですね、チムニータウン DAO で共有させていただきますんで、えー、オ村の皆様何卒ですね、ご協力よろしくお願いします。今回はですね、オンラインサロンと DAO のこの 日本柱ででワ、まあ、ワイワイやることになりそうですちなみにですね、昨日スタッフに伝えたことを強引に、まあ、2つにまとめるとですね、えー、徹底した準備とですね平坦ですね、徹底した準備と平坦これの話を昨日しました、あのへ徹底した準備ってのは何かっていうと、まあ、そのままの意味でですね、 もう映画公開の2年前ぐらいからですね、じわじわと宣伝を始めてですね、映画公開っていうのを爆打にせずですね、映画公開時には大ごけという状態をゼロにしておいて、あとはですね、ヒットか大ヒットの2択になるまで、まあ持っていくって、追い込んでいくっていうことですね。これはなんだろう、あの魔法みたいな話じゃなくてですね、例えば、えー、書籍の場合だとさ、発売2年前から予約注文みたいなものを取り始めて、発売当日までに予約を5万部ぐらいは取っておくみたいな話ですね。そうすると、まあ、 少なくとも5万部は売れるわけじゃないですか。あとは8万部売れるのか、10万部売れるのか、20万部売れるのかわからないですけれども、まあ、少なくとも5万部は売れるみたいな、えー、そういう手堅いショップをすると。で、これをやるにはですね、発売2年前から動けるスタッフを確保する必要があって、それをやるにはですね、発売2年前から発売当日までの人件費を確保しておく必要があると。そういうですね、手堅いことを徹底的にやるっていうのが1点。で、2点目は平坦ですね。 兵艦ってなかなかね、あの、サロンメンバーさんよく聞いてる言葉だと思うんですけど、これ軍事用語なんですね。で、何かっていうと、まあ、要するにですね、実行部隊が実行し続けられる状態を作る活動のことですね。戦争の場合だと、あの、物資の補給とかそれを言いますね。まあ、どれだけ優秀な兵隊さんでもですね、お腹が減ったら動けないし、えー、弾薬が切れたら戦えないので、それを切らせないことが重要で、これを、えー、映画に置き換えた時にですね、何かっていうと、広告宣伝費ですね。これを切らせないと。 あの、広告宣伝費が切れた瞬間に、えっ、ー、と、宣伝活動がストップしてしまうんで、広告宣伝費が生まれ続ける仕組みを開発して、未来英語を宣伝し続けましょうというですね、えー、実に西野っぽい話を昨日はさせていただきました。で、この広告宣伝費が生まれ続ける仕組みに関してはですね、今後オンラインサロンの方で発表していきたいと思います。前回ね、えっ、ー、と、映画煙突町のプペルの公開の時に、 公開からさ、1ヶ月2ヶ月ずっと宣伝し続けることができたのはですね、このあたりの仕組みを作っていたからで、今回もですね、そこはえぐくいきたいなと思っています。でね、サロンに入られていない方はご存知ないと思うんですけども、前回はですね、 広告宣伝費をどうやって作るかみたいなものもですね、サロンで共有させていただいたんですけども、それ以外にですね、どのタイミングでどれだけの広告費を投下するかっていうですね、めちゃくちゃ生々しい話もですね、サロンメンバーさんに共有させていただいていたんですね。えー、これね、まあ、ちょっと、まあ、具体的なこと一つだけ言うと、例えば、えー、とね、映画煙突町のプペロはですね、前回ね、えー、同じ日にですね、劇場版ポケットモンスターが公開だったんですよ。もうみんな大好きポケモンですよ。僕も大好きですよ。 ってことはもう、これはもう望むところじゃないですか。相手にとって不足ないしですよね。で、えー、どうやってポケモンを超えようかなって考えたんですけれども、まあ相手はですね、テレビ CM とかバンバン撃ってるわけですから、まずは公開初日は負けるなって考えたんですよ。なので、実はですね、初日にはですね、そこまで宣伝コストを割かなかったんですね。で、案の定初日の動員数は僅差で負けたんですけれども、それはもう想定内で、僕らが宣伝コストを大量に投下したのはですね、テレビ CM とか撃ったのはですね、実は公開2週目だったんですね。そうするとですね、2週目に劇場ポケ、劇場版ポケットモンスターを で、すけれどもそれを見せるるるととプペル面白いいいんじじゃゃねねってなるじゃななですすかそそうなると勢つきますよ、ね、でその状況を、に持っていくためにですね、一周目は宣伝費を使わないみたいなことをしてたんですけども、それをサロンメンバーさんに事前に共有してですね、全員でニヤニヤしてたっていう。で、このあたりの駆け引きが僕結構好きで、映画公開が近づくとですね、オンラインサロンでは僕の攻めのプランが毎日共有されるんですけども、次これで行くぞみたいな。これは、えー、今回もありますんで、楽しみにしておいてください。まあ、あの、ベンチャーの戦いのお手本のような戦い方してるんで、ここに関しては 中小企業ののの会社社ささんの社長さん長ヒントにななるかもしれないです、ね、まぁ、あ、そんな感じで映画にとつまちのプペルの続編の制作がじわじわと始まっていますよというお話でございました。ここからですね、オンラインサロンが結構面白くなってくると思います。結構黒西野が出てくるターンがそろそろやってきそうです。オンラインサロン西野昭博エンタメ研究所では西野昭博が現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2000文字から3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは、 素敵な一日をお過ごししくださいキングコンググコの西野昭弘でしたじゃあまたねすいません最後にお知らせをさせてくださいえっ、ー、と昨日ですねちらっとお話しさせていただきました、えー、ミュージカル煙突町のプペルの大阪公演がですね どうやらやっぱり面白そうなんですね。また僕は、えー、稽古場の動画をちょっと見させていただいたんですけれども、やっぱり面白そうであると。<laughs> で、これ、あのー、外さないと思います。あのー、僕別に、ぶっちゃけ自分がやってるね、まぁ、あ、煙突町のプベルっていう作品ではありますが、 自分たちのね、チームがやってるものではないので、まああんまりね、勝手なことは言えないんですけれども、お客さんをね、えー、呼ぶ以上というか、こうやって、だか、宣伝する以上、あんまり勝手なことは言えないんですけれども、まず外さなそうですね。どうやら面白くなりそうですよっていう、えー、ご案内とですね、このミュージカル煙突町のプペルの、大阪公演のですね、えー、配信チケットが出ております。配信予定日はですね、12月の10日土曜日となってますね。えー、土曜日の17時から、えー、12月11日の の九時ってやるから、まああのちょっとあのブレがあるというか、ブレがある幅があるということですね。 まあ、17時ちょうどに見れなくても見ることができますよ、みたいなことだと思うんですけども、配信チケットが出ておりますんでご案内させていただきます。えー、どこでチケットを手に入れるんだっていう方いらっしゃると思うんで、概要欄の方にこの配信チケットのリンクを貼っておきますんで、えー、料金が今見るとこれ3500円になってますね。えー、興味がある方はぜひ、えー、覗いてみてください。ぜひ、えー、ご自宅でですね、大阪までちょっと足運べないよって方いらっしゃると思うんで、えー、北海道の方とか沖縄の方とか、えー、なのでご自宅でも えー、ミュージカル煙突町のプペルの大阪公演の模様が見れますんで、えー、ぜひチェックしてみてください。概要欄の方にリンクを貼っておきます。えー、それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野黄色でした。じゃあまたね